今ご紹介をいただきました自動の万国事務所長の三ツ俣と申します。タイからも日本からもですね、諸先輩お歴々のお集まりの中で大変着配者ですけれども、基調講演ということで仰せつかりましたので、話をさせていただきたいと思います。今日はテーマが誰も語らなかった日本人、日本的経営の思いですね、ということで、タイ人の皆さんから見た日本人あるいは日本企業、日本的経営といったものを忌憚なく語っていただくっていうのが主たるテーマだと私受け止めていました。非常にこれ面白い、私も楽しみなんですけども、私はタイ人ではないので、むしろ日本サイドから見た、ちょっとある意味で裏返しの、見方になりますけれども、日本企業が今、タイをどう見ているのかということについて、簡単に私の方からお話をさせていただきたいと思います。すいません、ちょっと資料を用意してないので、本当はちょっと用意すればよかったかもしれませんが、大体3つぐらいのパートで、1つはこれは現状というかですね、日本企業がタイで、タイへの進出の現状ということで、タイに投資をしている状況、それから周辺国とバファロー国と比べた時の、そのタイの特色、位置づけ、そういったものを最初にお話をしたいと思います。2番目に、さらにその突っ込んで、タイという国が投資先としてですね、どのような魅力があるのか、それから今後の将来を考えた時の課題あるいは展望ということについて、日本企業がどう見ているのかというのを2つ目に、でそれから3番目に、今度はそのタイ政府、これは後で私の後に BOI のボンコットさんからですね、詳しいお話があると思いますけれども、まさに今タイ政府が力を入れようとしている経済政策、新しい経済政策というものについて、日本企業がどう見ているのかというような、3つのパート、3つぐらいのパートでですね、お話をしたいと思います。まず最初に、タイへの日本企業の進出、投資の現状ですけれども、タイから見たときに、これは国別で見てですね、日本は最大の投資国です。これは皆さんよくご存知の通りだと思いますけれども、数字をちょっと申し上げるとですね、これ2016年末の、いわゆる直接投資残高、ずっとその投資が行われてきて、その残高で見たときに、これタイの直接投資残高トータルがですね、外国からの残高が、1970億ドルという数字になっています。約2000億ドルですね。でこの中の日本がですね 36.2%、 3分の1以上が日本でありまして、これは断然トップです。ちなみに2位と3位ほとんど同じですけど、シンガポール、それから EU、大体どちらも 14、15% で、4番目がアメリカ、8% ですね。で、中国はそれよりもさらに少ないというような数字になっています。いかに日本企業のタイへの投資がタイにおいてですね、大きなウェイトを占めているかということです。で今度は日本の方から見たときに、タイはどう位置づけられるのかと、この、過去ずっと10年20年ですね、日本から ASEAN への投資っていうのは、非常に盛んであります。 ASEAN は日本にとって非常に経済的に重要な地域です。特に近年、この3年間ぐらいは、一時は日本企業の中国ブームがありましたけれども、中国進出ブームがありましたけれども、中国への投資、日本から中国への投資と比べて ASEAN、10カ国全合計ですけれども、大体2倍です。
中国に対する投資の2倍、アセアンに対する投資が大きいということが最近の傾向ですけれども、そのアセアンの中で、10カ国の中でですね、タイは1位です。これも最新の数字で、これちょっとまあ先ほどのと統計が違うので、必ずしも数字が合いませんけれども、日本からの投資の残高、これはやはり2016年末で見たときに、タイ向けの投資、タイへの投資は540億ドル、2位が、そのアセアンの中でですね、2位がシンガポールが400億ドル、インドネシアが270億ドル、3位ですね。ということで、まあ、3位のインドネシアの倍ということで、まあ、タイは、まあ、これも圧倒的な1位。と言えると思います。特に製造業に関してはもう圧倒的に他を圧倒しています。製造業については先ほどの数字の中で、タイに対しては340億ドル、2位のインドネシアが160億ドルですから、まあ、その倍以上というようなことになっています。もう一つ、これはジェトロが、あ、すみません、そうですね、ゼトロが行っている、毎年行っている調査で、現地調達比率っていうのがあります。日系企業を各国に進出してますけれども、それぞれの国で、まあ、特に製造業ですね、製造業を行う場合の、その部品とか材料とか機械設備とかですね、必要となるものをどれだけその同じその国の中でですね、調達ができるかと、逆に言うと調達できなければよその国あるいは日本から輸入するということになるわけですけれども、これまたですね、ASEAN の中でタイがトップです。日系企業のタイにおける日系企業の現地調達比率は 57% です。2番目に大きいのがインドネシアで 41%、3番目マレーシアが 37%、 4番目がベトナム 34%、 ミャンマーも 34%、 フィリピンが6番目で 32% というようなことで、 ASEAN の主要国で見たときにほとんどの国は大体 3,4 割なんですね。現地調達比率が半分を下回ってます。タイだけは、まあ、約6割現地調達ができるということです。まあ、以上、本当にちょっと数字をいろいろ申し上げましたが、現状をいかに、まあ、日本から見たときにもタイが、まあ、タイから見たときの日本、日本から見たときのタイが非常に重要な、まあ、他とは違う、他の周辺国とは違う位置づけかということがお分かりいただけたかと思います。もうちょっとその、まあ、今数字をいろいろ申し上げましたけど、まあ、定性的にというかですね、傾向としてそのタイの魅力というのは何なのか、これ日本企業から見た時の投資先としてのタイの魅力というのは何かということを、まあ、これは私なりに整理をいたしますと、まあ、4つポイントがあると思ってるんですけど、3つはまあ一般的にこれはタイの魅力で、もう1つは日本企業とか日本人にとって固有のものです。で、その最初の3つの魅力っていうのは、まあ、ビジネス環境との良さと政策、それからまあ国内市場と、この3つだと思っています。1つ目のビジネス環境、これはやはりその周辺国、舞台の周辺国あるいは ASEAN の他の国と比べた時にですね、やはりタイはそのインフラが整備されていること、それから、まあ、先ほどの現地調達とも関係しますけども、サプライチェーンが充実をしている、それから、まあ、熟練労働者の存在割合がやはり他の国に比べるとこう厚いと、充実していると、こういった、まあ、インフラ、サプライチェーン、人材というような点で、まあ、優れているということが言えるのではないかと思います。これは1点目です。2点目に政策、これはまあタイの場合、まあ、もちろん日系企業がタイに進出してからもう数十年の歴史が
あるわけですけど、その鉱工業、製造業でもですね、数十年の歴史がありますが、まあ、この間タイはもうご案内の通り数々の政治的な変動がありました。通貨危機もありました。大きな洪水もありました。しかしですね、その間、まあ、一貫して外資誘致というものに対しては前向きな姿勢を、まあ、取ってきたと思いますし、それは非常に明確にメッセージとして発信されて、まあ、日本企業あるいは日本がそれをそういうふうに受け止めてきたということだと思います。でもう一つ、やはり自由貿易ということに関しても、これはもちろん閣僚に入っていけばいろいろまだまだという部分もあるわけですけれども、これもまあ他の国と比較してですね、周辺国などと比較して、やはりタイは、おおむね一貫してやっぱり自由貿易志向という政策を取ってきたし、まあ、それがそういうふうに、世の中にも伝わってきたというふうに思います。これはやはり、タイの投資先としての魅力の重要なポイントだと思います。これ2点目です。それから3点目ですけれども、国内市場、これはですね、まあ、ちょっと後ほどお話しする、まあ、いろいろな課題ともちょっと裏腹のところがあって、かつ、まあ、日本ともある意味似た状況にあると言えると思いますけれども、要は高齢化が進んでですね、人口の伸びも、まあ、日本はもう減り始めてますけれども、タイはまだ増えてますけれども、伸びがだんだん鈍化してきて、国内の市場をその量的にはですね、これから先ものすごく伸びるということはなかなか、まあ、少なくとも周辺国などと比べたときに、それほどは期待できないと思います。ただ質の面ですね、タイの国民の方々が求める製品サービスの質と、まあ、消費者がどのぐらいディマンディングであるか、まあ、これ消費者だけじゃなくていわゆる B2B であってもですね、その顧客たる企業がどれだけ質の高いものを求めるかと、そういった点では非常にまだまだ、まあ、伸びる余地があるというかですね、もともとそういうやっぱり、質の高さというものに対する欲求が強いと思いますし、それを、また押し上げていくことも将来ですね、これも有望ではないかと。でこれはここについても実は、ジェトロが調査をしたものがあります。これは、まあ、タイを含め ASEAN の国を含めた もっとたくさんですね、中国やインドやオーストラリアも含めた、アジア太平洋地域20カ国を対象に、その20カ国に進出している日系企業を数千社にですね、アンケートを取った結果で、まあ、いろいろなことを聞いてますけれども、それぞれの企業がこの先その国での、ビジネスを拡大させるかどうかという質問をしてます。で、まあ、その拡大するしないのところは、まあ、タイの、タイに限った時の答えは、まあ、大体平均、その20カ国全体の平均ぐらいなんですけれども、その拡大すると、そのそれぞれの進出先の国で、ビジネスを拡大する、予定であるという企業に、その理由ですね、なんで拡大するのか、それからどういう機能、ファンクションを拡大させるつもりかということを合わせて聞いてるんですけど、その中ではタイが非常に特徴的なのは、その理由についてはですね、ハイレセプティビティ for high value added products っていう選択肢があるんですけど、要は高付加価値な製品に対する需要性が高いという答え、これがタイは ASEAN の中で一番多い、多かったと
ということですね。で、他の ASEAN 諸国と比べると抜きに出てこの答えが多いと。それから、その国でビジネスを拡大するというときにどういうファンクションを拡大するかという質問に対しても、高付加価値品の製造と生産というのが、これは20カ国の中でタイは2番目に多いんですけど、中国とタイがほぼ、同数で、ASEAN の中ではタイが圧倒的にトップになっています。こういうその高付加価値な製品、あるいはサービスを生産する拠点としてタイというのは有望であるというふうに日系企業は見ているということが言えますけれども、こういった量的には必ずしもそのこれから先すごく大きく伸びるわけではないかもしれないけれども、その質的な面、より付加価値の高いものを求めるというようなその市場の特性というのを、少なくとも日系企業は感じていると。でこれは3つ目のそのタイの投資先としての魅力と言えるかと。で最後その4番目にですね、これは日本日系企業固有の、メリットというか魅力として、日本企業とか日本人に対する、日本人の活動のしやすさと、他の国と比べた時のタイの、環境というのがですね、非常に日本人日本企業に対してフレンドリーであって、活動しやすい環境だということが、これはもう間違いなく言えると思います。これも皆さんご存知の通りですけれども、例えばバンコクにある日本人学校、これは世界に、多数の日本人学校があります。日本企業の駐在員のお子さんたちが通うわけですけども、バンコクの日本人学校の規模は約3000名、世界一であります。実はバンコクとは別にシーラチャにもう一つ日本人学校があります。このシーラチャの日本人学校も世界の中のトップ10に入るかなり大きな規模の学校です。バンコクの日本人学校は、その小学校低学年だと10クラス以上ですけど、これは国内で今多分少子化の進んでいる日本でですね、10クラス以上あるような学校ってほとんど聞いたことがない、そういうマンモス校、逆にそれがちょっと日本人学校の皆さんにとっては悩みでもあるんですけれども、そういうことです。私の勤めておりますジェトロ、これは世界に74カ所、事務所を持っています。ジェトロバンコク事務所、世界で最大です。どれだけ日本の、当然お客さんの数も最大です。どれだけやはりそのバンコク、タイが日系企業にとっては非常に重要なところかと。でまたそれをサポートするジトロも響きながらなんとか努力をして皆さんのお役に立とうとしているわけですけども、一番大きなリソースを僕はされていると、僕の事務所はされているということになります。あともう一つ、これはもう皆さんの実家だと思いますけど、日本食のレストランです。これも実はジェトロが毎年、数えてるんですけど、最新の数字だと、タイの日本食レストランは2700店舗を超えております。これちょっと世界で比較する数字が必ずしもないんですけど、これだけどこに、行っても日本食、日本と同じような、外食が食べられるところがこれだけ発達している、都市も世界中にないんじゃないかと思います。そういう最後の部分は日本から見た固有の魅力ですけども、最初に申し上げたビジネス環境とその政策と国内市場、この3つは日本企業にとってだけではなくてですね、タイの投資先としての大きな魅力になっているのではないかと思います。いい話をいろいろしましたが、当然その物事には裏と表と裏がありまして、タイにとっての課題というかですね、ある意味でネガティブファクターというのはいくつかあるわけです。これはちょっとさっき触
出ました少子高齢化というのは、これはまあ日本も同じだし、もっと日本はもっと深刻ですけれども、まあ、日本の道をこうタイや、まあ、あとをたどっているような状況になってきてますね。で、まあ、これもだけど、もちろん少子高齢化は問題ですし、いろいろ悩ましい、問題が出てきますけれども、同時にそのいわゆるシルバーマーケットみたいなですね、高齢者向けのビジネスだったり、まあ、高齢者対策というものが、そのものが、まあ、その世界のどの国もいずれ、直面するであろう課題に、まあ、真っ先に取り組んでいってですね、そういう意味では世界の、先を行くという側面もあるので、まあ、そういう意味でこれを、まあ、ピンチをチャンスに変えるということもの、まあ、側面もあると思いますけれども、これはなんとか対応していかなきゃいけない。それからやはりその人件費がだんだん高まってきていること、まあ、少なくとも人件費が安いという強み、昔は強みだったかもしれないんですけど、それはもう今やタイの強みには、周辺国との比較においてですね、ならないと。それから、まあ、人材についてはあとよく言われるのは、エンジニアとかマネージャーといった人材の、まあ、相手のこうが不足しているということもよく言われる点です。そしてやはりこれはもう日本企業のみならず、どうしても否定できないのが、まあ、いくつかのリスク、まあ、特に政治リスクと災害のリスク、災害は特に水関係ですね。これがやっぱりリスクとしてある。まあ、いずれもですね、そう簡単に解決できるものではないわけですが、これらへの対処というのが、まあ、タイのこれからの大きな課題なんだろうと。これを、まあ、うまく対応ができないと、いわゆる中所得の罠、ミドルインカムトラップというものに陥ってしまうということなのではないかと思います。という中で、そうですね、一つ、まあ、日系企業の最近の動きとしてですね、まあ、今申し上げたようなことを、まあ、踏まえて、一つの新しい動きとしては、まあ、先ほど申し上げたように、タイはやはり製造業が強いわけです。分厚い産業基盤があります。それは強みなので、私はぜひその強みを最大限生かすべきだと思いますけれども、同時にその製造業、圧倒的に製造業中心だった状態からですね、まあ、日系企業 の、 その構成を見ていくと、少しずつウィングが広がってですね、まあ、非製造業、あるいは製造業と非製造業 の、 その境界領域というんですかね、そういった領域のビジネスが、だんだん増えてきていると思います。ジェトロバンコク の、 その、まあ、世界一お客さんが多い事務所ですが、お客さんの中で、まあ、昔は本当に製造業が圧倒的に多かったと思いますけど、最近では製造業、純粋な製造業のお客さんは非常に少なくなっています。サービス業も多いですし、業界領域と申し上げましたけど、例えばその製造業に根ざしたですね、例えば IT の利用であるとかですね、あとそのメンテナンス、修理みたいな、そういう業態とか物流とかですね、こういったものは、まあ、製造業と非常に密接に関わりがあるんですけど、まあ、産業としてはサービス業に分類されるような、そういうものが増えてきています。あるいは不動産業なども、とか建設業、エンジニアリングといったようなものも、製造業の方たちを、まあ、主たるお客にしながら、まあ、そういう新しい業態が出てくると。あとですね、もう一つはやっぱりこれはタイの強い分野ですけど、食品の分野で、これは日本ではその6次産業という言葉があります。まあ、1次、2次、3次、まあ、そもそも1次産業、2次産業、3次産業という分類自体がだんだん、これからの世の中では意味を持たなくなってくると私は思っているんですけれども、とりあえずその1次産業、まあ、農業とか水産業と、2次産業である食品加工、それから3次産業である、まあ、小売とか、外食産業ですね、こういったものが
その、まあ、流通量ですか、そういったものが全体が、まあ、インテグレーションして、全体として一番その高い付加価値を生み出していくような、そういう、まあ、6次産業という概念、こういう方向も当然これはタイでもそういう方向にへのシフトというのが出てくるだろうと思います。このバンコクの日本商工会議所の会員数は1750社ぐらいだと思いますが、これも年々まだまだ増えています。ただ増分のほとんどは非製造業ということになっています。最後にですね、タイの新しい政策、これは後藤さんから詳しくお話があるだろうと思いますが、日系企業の皆さんがどういうふうに反応しているかということなんですけれども、まあ、いわゆるタイランド 4.0 とかですね、東部経済回廊 EEC の開発といったことについて、まず全体的に日系企業としてはこういう方向、まあ、今まで申し上げたようにタイがやっぱり産業構造を高度化させていかなきゃいけない、今までの延長線上だと、中所得国の罠にはまるかもしれない、だからそういう新しい、まあまあ、世界的にも第4次産業革命と言われてますけれども、その波にタイとしてもうまく乗っかっていかなきゃいけないという考え方は日系企業、多くの日系企業も、まあ、その通りであるというふうに、理解していると思います。特に、まあ、EEC に関してはですね、これ皆さんご存知のように、1980年代以降その東部臨海工業地帯イースタンシーボードの開発というのは、が進んだ結果今の、この東部地域があるわけですけれども、その開発イースタンシーボード開発は、まあ、日本の ODA それから多くの日系企業の投資という、まあ、日本の官民のですね貢献が非常に大きかったというふうに思います。したがってもともと日本企業にとってみればある意味でのホームグラウンドになるわけなんで、 EC がまたさらにその 4.0 時代ですね、付加価値の高い拠点としてもう一段脱皮をするという、そのタイ政府の目指している、考え方にはこれは基本的に日本にとっても利益であるというふうに、まあ受け止めていると思います。我々がこの、5月の頭に緊急のアンケートというのを行いましたけれども、約8割の企業が、まあ、これまだまだ全体像が示されてない部分がありますけれども、これまでにタイ政府から発表されているその EEC、に対する政策について日系企業の8割が評価をしています。税制インセンティブやインフラ開発を含めですね、評価をするという答えになっています。ただまだ明らかになってない部分も多いですし、同時に同じアンケートでやはりそのより強いタイ政府のコミットメントを求めるという回答も多々見られました。まあ、これからのさらにその政策の発展に期待をしたいと思います。最後に先々週ですか、3週間前ですかね、6月の第1週に東京で、ソン・キット副首相をはじめ、6人のタイの大臣が、同時に日本に、ご出張されてですね、こんなことはかつてあったのかというぐらいすごいデレゲーションが日本に、を訪問しました。でその際にジェトロと BOI の主催でですね、東京で大シンポジウムをやりまして、1000人規模のポジションもやりまして、まあ、非常に日系企業の関心も強いということで、この新しいタイの政策、まだまだ日本国内では伝えられる数が少なかったんですけれども、この6月頭のそのシンポジウムを皮切りにですね、だいぶ日本企業の関心も増してきていると思います。やはり繰り返しになりますけれども、こういったタイの、産業の高度化、新しい政策が成功して、まあ、さらにその先のステージに対応することは、多くの日系企業にとっても、まあ、プラスになる、利益になる
ことだと思いますので、ぜひ我々もタイ政府の皆さんはじめ、よくご相談しながらですね、少しでも力になれればというふうに考えております。今日の本題とどのくらい関係があったか分かりませんけれども、私の視点からタイと日本企業ということでお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。